墨田区立図書館は東京都墨田区が設立運営する公共図書館の総称及び組織名。現在の墨田区における最初の図書館は1911年に設立された東京市立本所館一図書館である。その後1914年には東京市立中華図書館が開館した。これらの図書館は小学校内に設立されている。中和図書館は 1914年に考え貸し出しサービスを開始し、1921年には自動図書の貸し出しを始めた。1923年、関東大震災により、東京市立図書館のうち、本所図書館、中華図書館を含む12館は全焼し、本所図書館は6051冊、中和図書館は4922冊が消失している。しかし、 同年の11月には中和図書館が復旧したバラック校舎の一角にて再開し、1924年6月には本所図書館が本区太平町で再開した。1924年、東京市が実施した第二回読書週間において、本所図書館では民族学者の柳田国夫が市民の読書についてと題した講演を行っている。その後、 本所図書館は1928年7月に本寺境内に移転し館外閲覧のみ行っていたが同年12月には新館が落成したため移転し館内閲覧も行うようになった。利用者像と老朽化などにより1935年には改築したが自動室を除いて有料と変更したため利用者が減少した。中和図書館は 教室不足などにより他の小学校に移転せざるを得ず、1930年4月に、本塾、東駒形の名徳小学校内に移転し、開館、同年10月に所在地にちなんで、東京市立東駒形図書館と改称した。これまでの2館は、本塾に開館していたが、墨田区北部にあたる旧向島区に、初めて開館したのは1929年の、 寺島町立図書館である。この図書館は1928年11月に行われた昭和天皇即位の儀の記念事業として計画された。寺島図書館の設立にあたっては、当時の東京府立第七中学校が深く関わっており、計画当初では設置は寺島町が行う運営には、府立七中高誘拐が当たるとされていてた。1932年、 東京市の市域拡張により、無効字幕ができ、寺島町立図書館は、東京市に移管され、東京市立寺島図書館となった。1943年7月1日、東京都政が施行され、それまでの東京市立図書館はすべて、東京都立図書館となった。1945年3月10日の、東京大空襲により、本所図書館、中華図書館が消失し、 同年5月25日の空襲により、寺島図書館が全焼した。その後1951年まで、墨田区内に公立図書館は存在していなかった。1951年7月、都立日比谷図書館、寺島文館が設置された。資料の購入や分類などはすべて、東京都の管理課で行われており、館長には当時日比谷図書館管理課長であった。 青木義夫が就任した。その後、11月27日に墨田区に移管され、1952年2月1日に寺島図書館として開館した。開館に先立ち同年1月24日には、開館式が開かれ、初代の館長として、都立の文館寺と同様に青木義夫がついた。墨田区議会では、1951年12月26日に、 東京都墨田区立寺島図書館条例を議決し、翌27日交付、28日に施行されており、そこでは図書館の位置を寺島町一丁目150番地と定めている。また、閲覧及び貸し出し時間を9時から21時までとしていたが、実際には18時までの開館であった。引船図書館が入るマークフロントタワー。 引船墨住区立図書館の中央図書館として構想され、旧来の中心館とされていた東図書館と、老朽化していた寺島図書館を統合して設置された図書館である。マークフロントタワー引船の2階から5階に設けられている。一部予約、事前指定性の学習席、閲覧席やバリアフリー対応設備、自動書を扱う子供図書館を備える。 引船図書館に次ぐ規模の図書館であり、墨田区南部で最大の図書館である。前身である、区立寺島図書館緑文館は、1954年5月に、墨田区立緑小学校の1階部分3教室を使い開館した。1957年墨田区制10周年を記念し、緑2丁目に開館。鉄筋コンクリート作り2階建て。 敷地面積は702平方メートル、座席数230と都内有数の大型館であった。そのため、墨田区立図書館の中心館的機能は、緑図書館に移管され館長の青木も緑図書館に移動している。この移動によって、1年以上の経験を有する司所、1年以上の経験を有する館長という館長の資格要件を謳った書務規定を改正された。 現在の建物は、1990年10月2日に、改築、再開館しており、墨田区立緑町公園の近傍にあり、3階建ての独立した建物に設置されている。それまでは、向かいの現在の小羊保育園の位置に設置されていた。1980年6月、あずま聖跡地に建設された都営立花住宅1階に、開館。 開館当時は文館として設置することも考えられていたが、1キロ圏内にあずま図書館があったことから、子供や夫人を対象とし17時までの開館時間で設置された。1980年10月、密は石鹸跡地に建てられた都営や広5丁目アパート1階に設置され、集会施設を持った図書館である。区内初の電算導入館として開館した。 東駒型コミュニティ会館の1階及び2階に設置されている図書室である。梅若橋コミュニティ会館の1階に設置されている図書室である。横川コミュニティ会館は都営横川5丁目、第2アパートの1階から4階に設置されており、図書室は2階に設置されている。墨田区立引船図書館新設の際に、以下の2つの図書館を閉鎖して統合している。 図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用登録ならびに、共通利用カードの作成が必要となる。登録が可能なのは、墨田区の在住、在勤、在学者である。なお、近隣の中央、台東、高東、荒川、足立、葛飾、江戸川区の在住者も登録できる。また、レファレンスサービス、団体貸し出しサービス、 障害者向けサービスのサービスを行っている。各館の開館時間は以下の通りである。なお、休館日は共通で、第3木曜日、年末年始期間及び特別整理期間である。ありがとうございます。